ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は公孫さん、公孫女と滅ぼして華北平定戦を終えたところまで。となると次の敵なんだけど。当然曹操軍だと思わせてー。劉表軍叩いてからの劉将軍と滅ぼしにかかる予定だよ。曹操軍は最後の楽しみにとっておく。そうしないと、益州平定戦がおまけ的な感じになってしまうからね。そうは言っても劉将軍は孫策軍に次ぐ勢力持ってるんだけどな。そこが少し心配ではあるよね。益州の全てを自由に使える劉将軍と戦えるのかという。ちなみに劉将軍はこんな感じ。結構な勢力なんだよね。それを甲州から侵入して叩き潰す。まずは劉表軍を叩き潰さないといけないけどね。甲州にめちゃくちゃ兵を集めてるな。不遂艦になんでマックス。不思議な益州情勢だな。艦中も傭兵艦も容易には攻略できそうにないね。益州攻略はかなり大変かも。兵士の再配置に時間がかかったよ。半年以上移動やらなんやらで費やした。さすがに華北から慶州は遠かったよ。で、まずは永安を攻略して益州へ突入する。簡単に攻略できるはずだけど。劉表軍と戦いに来てるのに、なぜか劉将軍と激突してしまったよ。貢献の息子捕まえた。投石台と射台は破壊しておきたいね。孫敢と孫力で投石台破壊兵。孫敢がやられた。水攻で射台は超えられなかったか。無謀なことさせやがって。居合わせた劉将軍を撃破していく。なんでうちが劉表軍のアシストを。まあ、進路上にいたのが運の尽きだな。ここで劉表軍が動いてきた。なんでよ。周囲が襲われた。孫権は南側から攻めるために移動させたけど。周囲壊滅。不幸中の幸いで孫権だけは逃げれたか。現在集結中。孫騰が孫氏の登用に成功。ようやく登用できたね。剣をされてて解消するまで待たされた感じだな。その期間約1年程度かな。そのくらいで薄れるならいいかもな。で、ようやく準備が整ったので総攻撃開始。5万近くいるのに迎撃はなしと。迎撃基準はほんと不明。このまま迎撃がないといいんだけど。取り付いた状態から迎撃はない気がする。ないわけじゃないよ。やられすぎて攻めての兵が少なくなったら出てくるから。とか話してる間に第二形態。この程度の反撃なら傭兵の方が減ってるくらいだな。もう最終形態。劉表軍の終わりが近づいているね。終了。あっけない最後だったね。劉将軍相手に粘ってたのが嘘のようだ。これで孫策軍を苦しめた劉表軍は滅亡。益州への入り口は確保したね。益州討ち入りだ。その前に捕虜だね。27人、いるかな。一人くらいいないかなと希望は持っているけど。いなかった。祖師の次は長元か。なんだかんだで孫勢は少ないのかも。姿勢波乱でどれくらいいたかな。もう忘れたな。じゃあ、皆さんさようなら。うん、孫氏が危ないくらい。じゃあいいね。で、このまま甲州を攻略しようと思ったんだけど。今で7万近く。最終的には10万近く集めてきてね。手が出せなくなったので方針を転換。30年近く内政した成果なのか。兵士がどんどん甲州に送られてくるんだよね。益州がこんなに豊かだったら孔明は苦労しなかっただろうな。永安は元遠防衛部隊の孫力と孫敢に任せた。南蛮王はどんなもんだったかな。なんとかならなくもない。何かが決まればというところかな。震えてないで出てこい。俺が南蛮王、猛閣様よ。当然一撃はない。かわされてるだけなのに。ないだろうね。この理不尽な結果は。かわして反撃ならわかるけど、かわされたダメージ受けるとか。そう言われてみればおかしいよね。
お互いノーダメだろう。壊滅前の戦法、何番王かと思ったら違う人だった。縁組だね。今度こそ何番王撃破。逃げる勇敢王。追いかけて。撃破。あとは理解と玄関だけだね。竜将軍の武闘派を消しておけば後々楽そうだな。平安組の頑張りにかかっているね。理解撃破。ここで攻略の矛先を変えて重要攻め。懸命遠征も考えたんだけどさすがに現実的ではないかなと思ってね。間違いなくおかしい一手だと思う。最近ボッチを卒業した孫健さん、本当に調子がいいね。このまま重要は簡単に攻略できそうだな。第二形態、これで陰の負担がかなり減るはず。かといって武漢を攻略するつもりはないから攻められはするんだけどね。他とは違うぞ。長安攻略すればいいけど、その前に益州攻略したいもんな。決めた道とはいえ、益州はかなり攻めづらいと再認識したよ。打って出るのも大変なんだけどな。最終形態、さっさと落とせ。攻略直前に捕虜か、誘拐か。そこそこな武将だったからよかったね。で、重要攻略。手応えも何もなかったね。移動がお仕事になりつつある。ここからは険しい道ばかりだからね。今さら攻撃するか。捕虜はどうかな。パッと見軍艦ばかり。あとは女性武将が多いかな。心が全然痛くならないのは迷惑かけられまくったからかな。何度となく攻めてきてくれていたからね。まだ厄介な奴がいたか。ここあたりを処断できたのは大きいかもね。だな、今後の曹操軍の攻撃が少し弱くなるかも。こうなっては。あとは攻めてきてた竜将軍を片付けるか。全滅戦だ。こいつらを潰せば艦中攻略が楽になるからね。超人あたり捕まえたいな。孫優は誰だ。家臣か。さっさと処断しちゃって。釘塚送りな。オールイ撃破。捕まえた。城門の上からバンジージャンプでいいかな。早く進みたいのに超人が硬すぎる。ようやく撃破したよ。兵が多かったけどよく持ちこたえたもんだ。艦中は乗兵が多いけど3人。また意味不明な人員配置か。なんか傭兵感が落ちてるし。賃貸と曹操様が攻めていたのは見たけど、その2人で攻略しちゃった。そうなら優勝軍は何をしているんだの世界だね。馬頭軍を攻めるのをやめたのか、韓国艦にちょっかい出してくるようになった。その身で味わえ。地味に削られるからきついんだよね。落葉で補充兵の準備してるから問題ないんじゃないの。そうなんだけど減らされていく様を見せられるとね。結構減らされたな。え、ここで連合。あれ、もしかして初の連合。そういえば、今まで組まれたことないような。参加したのは残りの3勢力全部だったよ。ほんと今さら感半端ないよな。というか、今までよく組まれなかったね。連合を組む基準みたいなのがあったはずだけど忘れてしまったよ。まあ、組まれたことは厄介だけど対応としては変わらずなんだよな。でさ、すごい勢いで韓国艦の兵が削られてるんだけど。虎の娘の力、その身で味わえ。セイラン攻勢を早く撃破しないと。と言ってたら撃破。武装隊もついたしなんとかなるかな。連合組み立てでいきなり韓国艦やられたんじゃ話にならん。孫艦の尊い犠牲で艦中の残りの歩は一つだけに。孫家の軍略。さらに超人は輸送隊を率いて指導に向かっているので迎撃の心配もなし。最高のタイミングだな。戻ってきた超人をうまく捕まえられたら文句なしなんだけど。これが周公金の家計だ。これで攻略したも同然だな。第二形態、徴兵が5万以上いるのに武将は3人だけという。こんな状態なら傭兵席も落とされるよね。
巨匠はどこで捕まえた？縁のようだね。みんなきちんと仕事してるな。最終形態、貫中が燃えてるんだけど孫作まで燃えてるように見える。さすがに燃えすぎだよね。損功がついたけど勝者孫正の活躍で貫中攻略。なんというか、たくさんいる城兵を活かせないまま落ちてる感じがするよ。そこは AI の戦略だからなんとも言えない。そうなんだけどね。捕虜は二人だけだね。超人はいなかったか。少し残念だね。で、周遊と孫光は傭兵、赤攻略兵、盗塁もいたか。覚悟はできています。バンジー頑張って。韓国間では曹操がまだ粘っているね。強いんだか弱いんだかよくわからない優勝軍を相手にやや苦戦気味なところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。